9月14日、台風17号が北陸地方に接近。富山県下の剱岳も激しい風雨に見舞われた。標高2998メートル。日本の山岳では屈指の険しさを持つ剱岳は、アルピニストにとって憧れの的。同時に試練の場でもある。その日、富山県警山岳警備隊のメンバー19人が切り立った岩場で遭難者の救助訓練を行っていた。視界が効かない体重80キロもある隊員を担ぎ断崖を降りていく。強まる風雨で足元が滑る。緊張が走る。まさに命がけの訓練である。剱岳のふもと、標高2600メートルにある剱沢警備派出所は、日本一高いところにある派出所。常駐は2名だが、この日は訓練に参加した隊員全員が宿泊するため大にぎわいだ。山の天気は急変する。視界のほとんど効かない設計を隊員がパトロールに出かけた。剱沢周辺では今年これまでだけでも70件もの遭難事故があった。パトロールは隊員にとって山の地形や気象の変化を知るために欠かせない訓練でもある。食事を終えると緊急時に備えてザイルなどの点検を行う。山は時に牙を剥いて登山者に襲いかかる。今年3月、雪深い剱岳早月尾根から東海大学山岳部のパーティー8人のうち3人が東大谷に滑落する事故が起きた。ここに落ちて助かったのはこれまでわずかに1例だけ。6時間後、1人の生存が確認された。しかし残りの2人は身動き一つしない。翌朝、山岳警備隊は陸と空からの救出活動を再開。高瀬分隊長をはじめ10人の隊員が尾根を登っていく。生存者の体力がいつまで持つか、隊員たちの焦りが募る。そしてついに高瀬分隊長が決断、一人で尾根から生存者の救出に向かった。町屋さんと救助隊員が、合流しました。こうして東海大学2年生八谷和彦さんは無事救出された。遭難から5日ぶりの生還。隊員たちの努力が報われた。頭の中にですね、雪崩が来るんじゃねえかちゅう、それはあったですけども、なんか自分を言い聞かせてですね、今しかないんだちゅうふうに言い聞かせて、入っていったですね。しかし全てがうまくいくとは限らない。昨年3月、雪山での訓練中、隊員の一人が雪崩に巻き込まれて遭難、帰らぬ人となった。梶慶一郎隊員37歳。遺体は4ヶ月後の7月に発見された。大切な部下を死なせたことについて隊長は多くを語ろうとはしない。山の朝は早い。台風が去って数日ぶりに空が澄み渡り、剱岳が美しい姿を見せた。山小屋を出発する登山者の足取りも軽い。おはようございます。今日剱岳行かれそうですか。まあこう雨上がりですので、簡単なことで転倒というような事故がありますので、十分慎重に登っていただきたいと思います。谷口隊長の次男武宏さんは将来警察官を目指している。昔から父親の姿とか見てきて、警察官ってなんか大変だけどなかなかやりがいのある仕事だと思って、昔からなりたかったんですけど。不安ですか。
いや、やっぱり冬山の訓練とかそういう冬山の救助っていうのはいつも不安ですよね。なんか自分自身もその登山者になってですね、警察官であるけども私も登山者の一員だなとね、そういう気持ちになってきたですね。遭難というのは一般的には美化されがちなんですけども、一番感じるのはやはり山で事故を起こしてはならない、特に死んではならない。富山県警山岳警備隊にとってこれから厳しい季節がやってくる。